さすがにこれでもう眠気は飛んだかな。これでまた眠くなったらもうどうしようもない。寒っ。ああ、左アキレス腱の痛みはまだあるな。休憩したけど、もうすぐ痛くなってる。ていうか単に遠くが見えてないから見たことない景色見えるのかな。わもう結構寒いな。さらにここから600登るってんだから。こんにちは。
じゃあ、おお、熊鈴つけてるな。お、結構いい色のもみじが、もみじというか紅葉が、早いな。じゃあ、曇ってんな。あれ何がって言うんだったかな。あれなんか少し形が違ってないかな。あの出っ張り。Oh.
うわ、空が白いから山の色よくわからない。空が白いとか空気が少し白いからかな。でも紅葉はあんまりか。上の方は、てかあれ針葉樹かな。峠まであと7キロ、標高差が500ちょいかな。おう、そこそこ綺麗。よっと。
1900m で休もう。わ、鼻の穴にガが入った。妙に綺麗だな、この鏡が。1900m、ちょい休憩。なんかじわじわ。じわじわ疲れが効いてきてる感じが。何かを見てもなかなか喋る気にならないぐらいの。2300後半ぐらいの標高だったと確か思うので、残り400な何十ぐらいか、450前後、横差が。これ上向いてても、私あたり目つむって上向いてると
ぼーっとして気持ちいいからしてるんですけど、そういう時には空は真っ白だから雲も何も動いてなくて面白みがないですね。キャンピングカーよっしゃおわ、アキレス腱の痛みがちょっと、今までこの辺りあまり痛くなったことなかったんだけどな、久々に急に負荷かけたからかな。久々に走って、3時までに着くかな。
麦は使い切ってこれか。あこうの土は初めて見た、あの文字列。空が晴れてれば景色をかなり堪能しながら登れるんですけどね、今日はいまいち色が鮮やかじゃない。
多いな。よし、もうすぐ2000、2000取った。あと5キロか。よいしょ、出て出て、よいしょ、固定できないな。ドリガーが当たらないように、うわ、まだ来てる。カブだ。麦茶が冷たくなってる。途中ぬるくなったと思ったらまた冷たくなってる。なんか今の標高差 100m は長かったな。こっから先まだきつくなるんだろうか。あと2370だったかな、60だったか。標高2400弱だったんで、まだあるな。
もう少し食べとこうかな。カロリーメイトがあるので、あれ、戦いがバッテリー切れか。バッグの中にあった麦茶の方がやっぱりあったかい。っていうかぬるい。なぜ赤帽がここに。あれ、給電できてなかったんだ。パワーポンドがフルで残ってる。休憩しすぎたな。そう、
やっぱりこの自転車で前のと比べてフロントサスがなくなったせいか立ちこぎが続かない。立ちこぎしてても結構前は立ちこぎで体力消耗も抑えられたんですけどね、今そうでもないな。降りてきてるな。うわ、まだ届いてる。大樽に峠まであと4キロ。標高差300ちょい。
お、ロケカンバ。ちょうどいい。標高2100。さっきの100とは全然違うな。やっぱ休憩の時にある程度休ませないと。すぐには回復してないな。あそこ削られてるのは、クマってああいう風にするんだっけ。電波来てるな。あ、おめでとうございますって。そうか、今日誕生日だからか。
康介さんよく覚えてるな。でさっき配信中にもおめでとうございますって言われてすっかり忘れてた。一応自分の誕生日っていうことは意識してたんだけど、おめでとうございますって言われた原因、理由につながらなかった。焼山橋、あれあれ焼山峠じゃなくて焼山峠なんだっけ。さっきの途中で休憩、昼飯食ったあの金峰牧場のところから乙女高原に登る方向の先のピークが焼山峠かな、焼山峠か焼山峠かです。みんな帰るな。寒くなってきたな。あと3キロか。これ5時3時過ぎるな。
お、びっくりした。なんて言ったんだ今の。手のひらが痺れてきた。水が写真で記録。故障かな。ってことはパンクとかじゃないよな。うわ、お疲れ様です。足つっちゃって。あ、つったんですか。じゃあゆっくり行くしかないんですね。でもあと2キロちょいですね。あと2キロちょいぐらい。これ下りの寒さが怖いですよね。ええ。あ、なるほど。お、あ、そうだ。私も足がつっちゃいないけど、左アキレス腱がなんか痛い。あと足の動きがこわばってるな。そんな痛いわけじゃないけど、なんかぎこちない。
長時間乗ってるとこの手のこの辺りが急になんか神経に直接痛みが走るみたいなビリッとした感触がきますね。あんまり持ち方変えずに乗ってるからな。うわ真っ白、超濃淡があるぐらい。よし、もうすぐ2200。雨が降るような感じは全然ないな。2200。よいしょ。わあ、これ一遍崩れてんのか。もうひび入ってるし、岩がゴロゴロしてるな。お、ええ、紅葉はなんかあんまり鮮やかじゃないですけど、結構来てますね。もうすぐ向こう曲がったらあっちの方にあのピークのあの夢の庭園ってご存知ですか？あ、知ってます。あそこ今日俺も登りましたけど、ええ、もう先しかも足がつってたらあそこの山道は辛いですね。だからやめるって、うん、はあ、そうですね。しかも意外と疲れるあそこ。この天気だったら私も今日やめとこうかなと思って。まあ見えないことはないんでしょうけど、どうしようかな。あ、水とか足りてます？水は足りてます。なんか今日涼しすぎて余ってしまって。こんな寒いのはちょっと珍しいな。よっと。
構いろんなとこ行かれる。そうですね、輪行であちこち行くんで、輪行で、もう自転車旅行は10年ぐらいやってるんですけど、今んとこ自転車で走ったことないのは長崎県だけになったんですよ。足踏み入れたってだけだったら。北海道ばっかり行ってたんですけどね、一時期。でこの間は夏休み10日間取って青森県の海沿いずっと回ってきました。その青森も今まで自転車で行ったことがないところだったんですよ。そしたらものすごい雨に降られて、ちょうどその時の旅行からこの完全防水のバッグ入れたんですよ。その前の週に走った時に麦草峠って八ヶ岳のあそこでひどい雨に降られてパソコン水没したんですよ。でこでこれいかんと思って、これ発注して青森行ったらなんか記録的豪雨で五能線っていう、はい、むちゃくちゃ役に立ちました。これなんか密閉性がめちゃくちゃ高すぎて、一遍閉じて上がってくると袋菓子みたいにパンパンになるっていうぐらいの気密性なんで、ただ雨の日に一遍使って分かったんですけど、一度でも開けたらダメですね、雨の中で。これ雨が一遍中に入るともう絶対逃げないんで。ああ、中からは。ええ。でもそれでその豪雨の日に5、60キロぐらいは移動できたんですよ。あ、今足は大丈夫なんですか？だましだまし。私もなんか今日は左アキレス腱が痛くて、痛くて走れないほどじゃないんですけど、なんか嫌な痛みだなと思って。ああ、お疲れ様です。あ、あれもうみんな降りてくる？あ。みんな上で待ってたら凍えますからね。よし。あと標高差150ぐらいですかね。ここまで来たら行ってよな。悔しいですよね。降りてくるみんな。降っちゃいますよ。こんにちは。寒いっすよ。ええ。もうみんな上がった。おう。夢の楽園まで行ったの？ああ。最後誰？彼らに会うまで上がる。待っててもいいよ、バーチャー。お。一番登れそうだった人が足がつってしまっているのは辛そうだ。あ、迷ってる。
だるみ峠まで 1.5 キロ。あ、録画できてるんだろうな。よし。あれ、残りの人降りてこないな。あれ、しまった、夢の杖見るの忘れた。あれ、どこだ。この先だっけ、見えるのは。
あと1キロ。標高差100弱。出て。ずっとシッティングで登ってると尻が痺れるな。じゃあ今の格好は寒いと思うけどな、大丈夫かな。っぽい感じがしてきた。あれ、夢の庭園どこだっけ、見えなかったな。よし、もうすぐ最後の休憩。あれじゃないよな。あれ結局見落とした。多分あっちの方だと思うけど。よし、最後の休憩いでで。よし、残り多分あと一応見よりランドくらい。ああ3時になるな。今日は夢の庭園を諦めるというか、あんまりなんか見ても、まあこれはこれで見たことない景色かもしれないけど、寒くなるリスクの方が高いな。30分程度とはいえ、タクシーしかも迎えに行ってる。贅沢だ。まあでもな、5人とかで乗れば1人1000円ぐらいなのかな。でもいや、もっとするよな。1万円ぐらいかな、片道。あと往路のお金で取られないのかな、こんなところに呼び出した場合。うわ、タクシーこんな来てる、すごいな。
従来の止まればいっぱい。今何捨てた、よくないぞ。みかんか。じゃあ、まあ生ゴミだったらまだいいかな。お、骨かと思った。綺麗。でもむちゃくちゃ冷たいんだろうなこれ。あと500。佐賀にみんな遠くから来てるな。最後のギア、ここに来て最後のギア。小樽見越えの地図に名前が見えてきた。こんにちは。もうちょいもうちょい。何の音？
またビビッときた。お疲れ様です。お気をつけて。寒いね。寒いか。こんにちは。ああ、来た。お、なんか増えてる。来るの4年ぶりだもんな。作業員休憩所っていうのができてる。で、その向こうがトイレ。募金お願いします。お、あ、なんか駐車場作るのかな。車止めおよびコンクリート基礎の撤去作業。長かったな今回も。到着。大だるみ具合がこんなん出してるとは。あ、メニューも出してる。あちあちおでん500円。あちあちおでん食いたいな。夢の庭園には行かないつもりだけど、あちあちおでん食うかな。でももうそろそろ終わりかな。ここで一枠やっとくか。味噌田楽天ぷらの野菜カレー。あ、汁粉300円だ。甘酒汁粉300円、これだ。まあ、それはともかく一応大だるみ峠を配信してやろう。どういった。なんで、やっぱお、着。さ、なんでモチブがてっぺんに来てるんだ。スタート。設定画面ログインしてください。何？なんじゃそりゃ。もう放送始まってるよな。サーバーに接続できません。繋がらないか。え、電波あるはずなんだけどな。
どうなってる。どこに行くの。あ、つながってない。あ、KDDI は繋がってる。ないのか。いや、ないか。あ、繋がってる。繋がらない。自宅サーバーのリモートデスクトップは？つながった。放送始まってりゃこれで。いや、行ってないな。やっぱ不安定だな。しようと思ったのに、まあいっか。いや、その前にいっぺんアプリ再起動してからやってみよう。あ、体が冷えていく。とりあえずおでんかお汁粉かさっと食って。繋がらない。まあしゃあない。今ここだけ出す努力しとこう。じゃあとりあえず記念写真でも峠の日ってどこだったっけ。ないな。まあこれいいや。初めて来たわけでもないし。全然6時間ぐらいかかってます。まあの塩山駅からです。あ、塩山駅から6時間。はい。あ、正確に言うと駅からだと7時間ぐらいかかってます。途中昼飯食った、あの朝飯食ったりしたんで。でも休まなければノーストップで上がってこれる。いやー、私はだいぶ休憩挟みますね。標高100メートル登るごとに。あ、そうだよね、自転車で。まあ普通に速い人の半分ぐらいの速度ですよ。だからこんな時間に。よし。まあツイートとかは小屋に行ってからにしよう。おでんかな。
うどん完売です。おでんだな。よいしょ。こんにちは。おでんありますか。おでんありますよ。お願いします。たまにイギリスが、あてはドイツもちょこっとありますけど、最近アメリカが増えてますよね。緊急の場合はお貸ししますね。緊急じゃない場合は下を使っていただく形になります。その向こうに何か動いてるなと思ったら、東京湾をこうしてるタンカーが金庫の山頂から、それはもちろん双眼鏡で見たらば、そちらさ、何かアンドマクタワーの向こうに何か動いてるんだけどって言ってみたらば、船が見えて、この方面からでも見えますよね。見えますね。街並みは、うん、見えますね。日本に乗ると結構遠くまで見えますね。すね、意外にその直線距離だと横浜とか近いんだなと思いますよ、ね、うん。思いますね。で、今お話しましたけど、キングさんのご上位はの足元から秋見たらば、うん、横浜ランドマークタワーが、うん、双眼鏡で見たらこういう形が分かって感じてきて、で、向こう見れば日本海のギリギリ手前の山が見えるから、ほとんど日本列島の、うん、見えます。一番幅の広いところの端から端まで見えるところですね。何言ってるんですかと言ったら、いや、横浜のランドマークタワー見えるって言ったら、なんか他の人も大騒ぎして、どちら来られましたかって言ったら、いや、今日、あの足元の桜木町から来ました。偶然。で、嘘でしょって言われ、本当に見えるって言って双眼鏡化してあげたら、あれ本当ランドマークって。直線距離でしたら、ここから多分90キロぐらいしかないと思うんですね。100キロなんじゃないですかね、直線で行ったらかもしれない。90キロ結構出る。ああ、そうですね。それ五条岩ってあれ、形変わったりしてないですかね。なんか、今日見たら少しとんがってないような気がしたんですけど。五条ですか。ええ。特に崩れたりはしてないですかね。的には、どうでしょうね。例えば岩を落ちたとか、そういうことは聞いたことないですね。うん、方角によって変わるんじゃないですかね。ですかね。あの五条岩、下から見ると確かにね、あの、ね、細く見えるんですけど、結構正面から見るとこう幅広いんですけど、ええ、うん、そうですか。横から見るとこんなような、そう、尖って見えるんで。山頭から行くと結構広いですよね。で、今日私も下から車で来たら、ね、あれ、随分こう尖って見えるなって。私あれしか知らないんですよ。見る角度によってね、全然変わるんですよ。こっちの、要するに、東西の方角から見ると五条岩って意外にあの細くて、で気持ちいいや甲府側にこう傾いて見えるんですよ。で反対、横から見ると平べったいっていうか、あの幅があるっていうか、であの正面、要するに甲府、例えば甲府盆地の方から見ると、結構幅が壊れてる。知らなかった。確か自転車でしか来てないんで、こっちには。あ、そうですか。さんとかはまだ行ったことないんですよ。こっちだけしか。歩けば2時間ないですね。2時間ですか。2時間か。え、往復だから、ね、4時間かぐらいですかね。でもここまで自転車で来られる方の感覚からしたら、私たちから行ったら、はるかにここから金さん行く方が、なるいですよ。上り下りがあんまりないですよね。ここから行けば。あ、なるほど。いや、下から行くと結構上がってきますけど。でも、と、あの国士岳登っただけでも結構、まあ、ここまで結構足出来上がってるんで。ああ、そうですね、パンパンですね。よく自転車でこういう山岳ルート、今、ヒルクライムで登られる方いるじゃないですか。私の知人でもいるんですけど、最近だいぶ多くなりましたね。
今日は特になんかあのどっかの自転車店 の、はい、あの練習かなんかで。あ、いただきます。自転車の方でも今最近有名なってですね、あの一応自動車道で一番日本で高い場所です。自動車で通れる一番高い道ですか。あ、そうそう。65。渋峠がどうでしたっけ。渋峠は2330。あ、こっちの方が高いんでしたっけ。こっちが高いです。あ、そうか、渋峠コールありました、無線。あの渋峠が一般内容なったな。ある程度大規模のアスファルト道路じゃ確かに日本一ですかね。国道から何かしら。あれ国道でしたっけ。国道、それまでは確か国道の最高地点があのあれだったんですね。あの無育草通り。無育草。それが、はい、こっちが小学になったから2番目になっちゃったんですね。ああ。確かそうだと思いました。あ、そうなんですか。もちろん渋峠も昔からあったはずですから、昇格されたことによって国道1を渋峠に無育草が取られたんです。ああ。畳平とかあれはあの峠じゃないからっていうんでしたっけ。畳平は峠じゃないですよね。もともと日本の軍が戦争中に作った飛行機のなんかエンジンのテストか何かのための施設の。あ、そうなんですか。あそこの平らなところはそうなんですか。原圧室ってのがなかったから、あの、少しでも気圧の低いところで行ってなんか飛行機のエンジン開発。もともとはそれがきっかけらしいけど、戦後もったいないって言って、観光道路になったら、どっかあの東大だったらどこだったかな、目をつけて、あのコロナ観測所をあの道利用して作ったらしい。あ、そうなんですか。もともとは、来週の日本軍が飛行機のエンジンの、結局空気を推進したっていうあれで作った話は、本で読んだことあります。やっぱあそこは星見に来ました。すさまじいもんですね、あそこの7月の台風一過の時に行ったら、雲海で、松本や高山の公園が雲海でシャットアウトされて、狂ったような星空でしたね。あ、雲は下に見えるからね。天の川なんかボクボク、だから若い子なんかあの雲だどかないねなんか真剣に言って、いやあれ天の川だよ。ほんとそうですよ、ボクボクあの2人がいました。僕ね、黒部で見たね、星空がね、忘れられないです。すごいですね、やっぱり星空って。やっぱね、新月の夜中、そうそう、ものすごいですよ。もうそういうことで、こういった樹木と空の境がなくなる。もう本当に真っ黒。で、星が本当にこうすればなんか、はたけるんじゃないかなっていうような。一面に星っていう。そうですね。しかも見え方のコントラストも違うんですね。やっぱ標高の高いところは。そうですね。塵が少ないです。はい、こんにちは。カレー2つ、はい。すみません。ここからインターまで下れば2000メートルになったことになるんですね、自動車でも。1970ぐらいですね。延滞域が400メートルですから、ここがほぼ2400メートル。だから、私もよく車なんかで、あの金庫山なんかに登山した後、車で一気に下まで駆け下るんですよ。そうすると途中であの金峰山のてっぺんで飲んで空にしたペットボトルがパチンとな大きい音が出て、運転してびっくりするんですよ。割れるぐらいです。割れるとへこむんですよ、気圧が。日本でも2000メートル一気に車で駆け下れると人間になるんですよ。で、てっちゃくなってますね。登ってくるのもきついですけど、この下りの寒さが辛いです。自転車これから風が当たるからね。あの今日特に寒いんだ。ないや無理だ。お疲れ様でした。元が早く。これでずっと録画しながら来ました。どちらから登られたんですか。あ、延山駅です。延山駅から。じゃあ本当に2000メートルですね。でも今日本当に自転車多かったな。店のなんか多分集団が一つと、あと知り合いで毎年来てるって人が7人組の人がついさっき下っていきました。さっき言いましたよ、ここで。あ、こっちに休まれてますよ。多分なんかリーダーか誰かの人が一人休っちゃってだいぶ遅れてきてたんですよ。で、みんな待ってて多分耐えられなかったんですよ、寒さに。あ、そうですね。これはもう楽ですね。楽なんだけど寒いんですよ。寒いけど本当に体温奪われちゃいますからね。
ブレーキが本当に手がガタガタするぐらいの。手袋してるのないですか。あ、これとは別にあの長いやつ持ってきました。じゃあ気をつけて。気をつけて。足抜けなしだな。あ、そう、これも一応雨具持ってきたんで長ズボンあります。姿勢よくだよ、姿勢よく。行くよ。この時よくやな。頭の上に顔に立てて。いいね。